俺の名前はマサ、関東第二高校野球部の1年だ。入学初日、ヤンキーの風貌をした監督と対決。その対決に敗れた優也は野球部に入部することができなくなってしまった。練習に励んでいたある日、帰り際、花に水をあげるヤンキー監督を発見。これまでの厳しい態度は僕たちを甲子園に連れていくためだった。そんなある日、俺は優也にある提案をするのだった。おうおう、どうやらまた身の程知らずのやつが来たみてえだな。たかや、マサのやつ何言ってんだよ。やっぱどう考えても悪人だな、あの人。いいか、勝負は三球だ。一発でもヒットにできなかったらお前の野球部の入部は認めん。いいな。はい。おい、マサどうなっても知らねえからな。おう。いいか、ユウヤ、何も大文字監督はお前の実力を見たかったわけじゃない。優也のやる気を見たかったんだよ。俺のやる気？ああ、あの人は優也が本気で野球をやりたいのか、本気で甲子園を目指したいのか、それを心から思ってるのか、それをあの対決で見極めてたんだよ。でもあの人全力投球だったよな。それなら少しぐらい手加減してくれたっていいじゃん。だからこそだ。ユウヤ、本気で野球やりたいと思ってんのか？うん、当たり前だよ。なら話は早い。監督にもう一回勝負お願いするんだよ。え？それ本気で言ってる？もちろんだ。打てなくてもいい。ただ全力で球に食らいつくんだ。そうすれば監督もきっと認めてくれるって。わかった。でもこれが本当に最後だからな。おう、じゃあ明日な。ああ。俺は野球がしたい。マサと一緒に甲子園に行きたい。くっそ。おい、今のは絶好球だぞ。そんな球も打てないんじゃ甲子園はおるか、レギュラーにすらなれねえぞ。まだです。次は絶対打ちます。面白い。じゃあこれはどうかな。今のスライダー？おい、まさか俺がストレートしか投げねえと思ってたのか。これは本気の男の勝負なんだよ。手加減は一切しねえぞ。はい、ラスト1球行くぞ。よろしくお願いします。泣いても笑ってもあと1球。頼むぞ、優也。やっぱり手加減なんかしてくれないよな。そもそも手加減なんてしてくれたら、なんて甘い考えの俺が間違ってた。絶対に絶対に打ってやる。ど真ん中、ここだ。当たれ。ストライク、バッターアウト。ま、待ってください。あと1球、あと1球だけ勝負してください。あ？絶対に野球がしたいんです。この関東第二で、マサと一緒に俺は甲子園に行きたいんです。優也、勝負は3球と言ったはずだ。そしてお前はその勝負に負けた。そんな甘えは通用しない。そこをなんとかお願いします。お願いします。監督、俺からもお願いします。お願いします。マサ、俺も優也と野球がしたいんです。ずっと一緒にやってきたんです。お願いします。わかった、あと1球だけだぞ。ありがとうございます。ありがとうございます、監督。これが本当に最後のチャンス。絶対に打つんだ。ユウヤ、今のお前なら絶対打てる。
前の勝負の時とはまるで別人な顔をしやがる。面白くなってきた。本当に最後の一球行くぞ。お願いします。俺は絶対に野球部に。打った、いけー。入った。ゆうや、やったー。ようこそ関東第二野球部へ。監督、ありがとうございます。おう、明日からの練習マジで容赦しねえからな。はい、精一杯頑張ります。ゆうや、よかったな。おう、監督、最後の一球少し手加減しましたよね。なんだ北山、お前気づいてたのか。将来が楽しみな二人が入りましたね。ああ、あいつらは絶対に強くなる。俺が言うんだから間違いねえよ。それから俺たちはヤンキー監督大文字さんの下で毎日野球の練習に励んだ。相変わらず大文字監督の指導は厳しかったが、俺たちはその厳しい指導の中にも大文字監督なりの愛情を感じ取れるようになっていた。そして水産高校との練習試合、俺たち1年生も実験的に試合に参加させてもらえることになった。よしよし。おい、マサ、満塁のこの場面で狙うのはホームランしかねえような。はい。マサ、絶好のチャンスだ、打て。よっしゃ。うおー、入ったー。マサナイスバッティング。さすがマサだな。レイ、いやいや、今日は練習試合ありがとうございました。こちらこそありがとうございました。相変わらずお強いですね、関東大に。それと最後にホームラン打ったあの子はマサですね。あいつは伸びますよ。今日ずっと見ていましたが、彼の選球眼はなかなかのものですね。今日ファーストを守っていた優也、あいつも1年生なんですが最近めきめき成長してます。いやー、羨ましい限りですな。期待の新人が2人も。このままじゃますます差を広げられちゃいますね。いやいや、とんでもないです。またぜひ練習試合よろしくお願いします。いやいやいや、こちらこそですよ。練習試合での勝利をきっかけに、俺と優也の野球のモチベーションはますます上がっていった。大文字監督の指導もより厳しく、より洗練され、俺たちに幾度となく愛の鞭を打ってくれた。そんなある日。羽がすごいな。よし、今日も気合い入れて練習していくぞ。お、最近俺また調子いいんだよな。こりゃマサより先にレギュラー入りしちゃうかもな。は？俺の方が先だろ。いや、俺の方が先だね。お、北山先輩、おはようございます。ああ、おはよう。あれ、今日まだ監督来ていないみたいなんですけど、どうかしたんですか？二人とも話があるんだ、ちょっとこっちに来てくれ。そこで俺たちは衝撃的な事実を知ることになる。監督がクビになった。ああ、そうだ。そんな、いきなりどうして？大文字監督の厳しすぎる指導に耐えかねて野球部を辞めていった部員が過去に何度もいた。その親たちが野球部の監督が部員をいじめていると学校に報告をしたらしい。それで教頭先生が事情を確認して、監督も概ね事実を認めて。いじめって、それは確かに俺たちも最初はそう思ってましたけど、それは監督が俺たちを甲子園に連れて行きたい、その一心でやってることじゃないですか。それは俺も分かってる。でも
監督が厳しすぎる指導をしていたのも事実だ。だから悔しいんだよ。監督は今どこに？さっき荷物をまとめていたから、多分もう学校を出る頃だと思う。マサ。おう。監督。なんだお前らか。監督、どういうことですか、学校をクビって。もうそのまんまだ。俺はこの学校をクビになっちまった。そんなの納得できません。監督は俺たちを甲子園に連れてってくれるために一生懸命指導してくれたのに、それなのにお前たち部員を甲子園に連れて行きたいがためにちょっと厳しくしすぎちまった。加減というものを間違えた。だからこれは当然俺が報いを受けるべきなんだよ。いやでも、これは学校の上の人が決めたことだ。教師の俺はそれに従うしかない。分かってくれ。監督、今までご指導本当にありがとうございました。おう、マサ。はい。お前はサードだが肩も強い。正直俺は投手としての才能もあるんじゃないかと思っている。今の現状に満足せず日々練習に励めよ。はい、ありがとうございます。ゆうや。はい。最初俺はお前をただの根性なしだと思っていたが間違っていたよ。お前は誰よりも野球が好きだし、将来関東第二高校の4番を担うポテンシャルも持っていると思ってる。頑張れよ。はい、ありがとうございます。絶対に行けよ、甲子園。はい。はい。こうしてヤンキー監督大文字武人は俺たち部員に甲子園の夢を託し、この関東第二高校を去っていった。ヤンキー監督が俺たちに残してくれた言葉、厳しくも愛のある指導は今でも俺たちの心に刻み込まれている。絶対に甲子園に行ってやる。俺たちの高校野球生活はまだ始まったばかりだ。やったー、さあ、なんでだよ、おい。俺も一瞬それしかもやろうとしたし、今バットでこうやろうかと思ったよ。